見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。初日に売れたラーメンがわずか11杯でも、ヤクザにどつかれ流血しても、天下一品創業者の木村弁士は鶏ガラベースのこってりスープ一筋50年。お客さんの舌を魅了しながら全国33店舗、1年11月現在、年商約00億円のラーメン店へと成長した。しかし時代は、飲食冬の時代へ。約2年前から世界的に新型コロナウイルスが大流行し、大量閉店に追い込まれた大手チェーンなどに比べれば被害ははるかに少ないが、天下一品も同じく我慢の時間を強いられることになった。50年やってきた歴史でもこんな緊急事態は初めてのことやね。コロナ自体はもう誰も抑えることができひんのやから、政治家のせいにばかりしてもあかんのやろうけど、やっぱりリーダーが前に出て対策せなあかんかったんやろな。周囲の顔色ばっかり伺ってないで、私が大臣なら棒持って、外出るな、言うて尻叩いて回るよ。もちろん民主主義の国やからそんなことしたらあかんのは当たり前なんやけど、いざという時はリーダーが行動せな。何十兆、何百兆円という金がもう死んでしもうてますやん。みんな頑張っとるんや、一生懸命やっています。それが間違った努力にならへんよう、リーダーが方向を示してやらなあかんねん。正しい努力、それは全国に33、1年11月現在、ある天下一品の店内に書があるように、木村会長が生涯大事にしてきた座右の銘である。どんなに頑張ったってそれが間違った努力やったら、これはなんぼしたってあかんねん。例えば昼に一生懸命仕事してやり遂げた。その夜に加減できなくほど酒を飲んで翌日に欠勤しよったら、昼の努力は間違った努力になってしまう。みんな頑張っとる、しよる努力が正しいか間違っとるかなんや、しんどいの、重たいの、かなわんは、言うて尻叩かなあかんのもおるけど、今の若い子は頑張っとる子も多いよ。やっぱり若い時に頑張らな寂しいよなぁ。新しくラーメン屋を起こしたいというのもええやん。でもそれも努力の方向や、結局な、人の真似をしていたらあかんねん。今からラーメンを始めよう思ったら、本を買ってきて作れるような、醤油や味噌、豚骨、どれを作ろうかやない。新しいもんを作らんと、自分で開発せんと、何十年も前の話やけど、5億円出すからスープを教えてくれ、と頼まれてもお金の問題やないと断ったんや。スープは命や、天下一品は、こってり、を開発し、信念を貫き守ってきたから今でも生きていられる。それは発想も何も誰も想像使えんことを、努力してやらな、できひんかったことやねん。